ニョっすーよ。今日もにゃんこ大戦争、やっていきましょう。とうとうランクも2000超え、結構強くなってきました。まずはガチャから。今回もステップアップガチャです。浮いてる敵に強いキャラ、大集合だぜ。前回のステップガチャ、赤い敵に強いレッドバスターズの時は、ステップ3までで超激レア4体の神引き、桃太郎、カムクラ、ライデン、クーゲットしたぞ。あの時は運良かったな。そして今回出るキャラはこんな感じ。持ってるのはキャットマンダディと、貝の2体だけ。一番の狙いはズバリ、鶴の恩返し。あとはウィンディちゃんとか、このエアバスターズ限定のレイさんなんかも狙い。では早速。前回は全ステップで超激レアだったからな。みんな、iPhone8、今年発売予定だよ。はい、まずは Apple ちゃん。まあまあ、こんなもんでしょう。ちなみにこれの前に引いた曲猫祭は見事に爆死でした。第1ステップ、負け。猫ジュラちゃん、結構メタル的に愛用してるので、まあオッケー。勝負は第2ステップから。では第2ステップ、この経験値100万が地味に嬉しい。育成待ちたくさんだもんな。鶴の恩返し、カモン。へ、クロールが一番だって、犬数が一番に決まってるだろう。おめえ猫だろ。おい猫ロッカー、全然ロックじゃない件について。超激レア来ないわね。確定枠あるので、爆死はないが、もう一体欲しいですな。お、ジェンヌちゃんは嬉しいぞ。ジェンヌちゃん、プラス含めると現在レベル50、いろんなステージでレギュラーです。残念、ステップ2ラストはスニャイパーでした。恋のキューピッド、あなたのハートを狙い撃ち。こんなんで撃たれたら死ぬわ。では、気を取り直して最終ステップ。確定枠は何が出るかしら。また君か。あと2体揃ったら、車のタイヤ見つかってにゃ。不思議だわ。はい、ガチャの大常連、猫僧侶ちゃん。毎回見てる気がする。海賊王に、俺はなる。グランドラインすら入れなそうだよ。ちょっと意味不明な方は、気にしないでください。これは、確定枠だけな流れだな。これで5体目、残り2体か。確定でお目当ての子が来るのを祈りましょう。あ、また海賊。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。海賊王猫。おー。このガチャでしか出ない、レイさん来たー。鶴の恩返しではないけど、まあ当たりかな。うん、その子はまた、ウルトラソウルズ来た時に。ということで、いずれレベル上げて使ってみたいと思います。ではお次は、あの超激レアキャラを進化させます。いろいろと迷いましたが、前田さんを第3形態にすることにしました。理由は第3形態で波動攻撃を無効化できるから。ちなみにトゲルガに続いて、2体目の超激レア第3形態です。他にも桃太郎、猫ルガ、カムクラ、武田信玄、候補はいたのですが、生産コストも割と安く、生産スピードも速くて使い勝手がいいので、前田さんにします。では、この瞬間は嬉しいですな。おー、かっちょいい。前田さんと武田さんで、黒い敵はもう怖くないぜ。じゃあせっかく進化させたので、経験値ステージで軽く使って終わりにします。ラストの超激ムズステージですが、スピードアップアイテム使って、2分もかからずにクリアできるようになりました。昔はあんなに苦戦していた黒ブンブン先生。今じゃ相手にもならないぜ。はい、戦闘なので右に移動。このチビガウも、めっちゃ使ってます。雑魚敵はパワーアップしたジェンヌちゃんで一掃。すぐに溜まったお金で前田さん。お、雑魚敵は一撃。武田信玄も出動完了だぜ。キャットマンダークちゃんもね。一気に敵来たが、もはや主にゃんこ軍団の敵じゃない。お、黒い敵がどんどん消えていく。やっぱ武田さんは火力半端ないわね。さあ、ブンブン先生も来い。来たな。さあ、何秒で倒せるか。あ、編集で2倍速にしてるので、実際のタイムはかける2となります。いけいけー。猛攻だな。いつの間にかトゲちゃんも来てました。倒したー。13秒、ってことは26秒か。周回早くなった。ではまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。